はいみなさんこんにちは、ニューディートークの青木です。今日はですね、みんな大好き字幕エディターに画期的な新機能を実装しました。えー、と、多言語字幕をですね、量産できる。 機能です。まあ、YouTube ね。えっ、ー、と、まあ、実は自動翻訳で、こう、多言語に翻訳してみるって機能があって、まあ、結構ね、ちゃんと見える時もあるんですよ。まあ、でもですね、日本語をベースにして、あのー、まあ、きちんと翻訳をしたりとか、まあ、とりあえず、固有名詞とかそういうのもあるし、まあ、いい感じに自動翻訳のスペックを活かして、全自動でもね、作れるみたいな、そんな機能を実装しました。もう早速ね、見ていきたいと思います。はい。じゃあ、字幕エディター、ページを開きます。 一つサンプル用にデータを作ってあるので、まずそれを読み込みたいと思います。はい、読み込みました。これ、えっと、UD トークの YouTube の一番初めに出てる動画ですね。はい。まあ、時間も3分ぐらいなので、ちょうどいいかなと思いました。はい。で、えっ、ー、と、翻訳のとこを見てみます。今回、ね、新しく増えたところに、まずこの、えっ、ー、と、6番の編集したデータのエクスポートってところに、 編集データの言語ってありますね。これね、あの、以前作ったデータだと、えっ、ー、と、一応日本語固定になってるんですけども、もし英語の字幕をね、日本語に翻訳したいって場合なんかは、ここは英語に設定をしてください。これは日本語のデータなので、日本語で OK です。次にですね、翻訳ですね。ここをピッと開くと、いろいろと説明文が書いてあります。はい。まあ、読んでいただければね、わかると思うんですが、まず、翻訳をする前にですね、 えっと、ちょっと処理をした方がいい時があります。それで、各発話にですね、前の発話と結合する、カーソル位置で分割するという2つのボタンがあります。えっと、翻訳は、句頭点で区切るとか、一塊のブロックでやった方がいい結果が出るんですよね。やっぱ途中で切れてると、あのー、あれっていう風な結果になることが多いです。なので、まず、えっと、ざっくり、ここの、 前の発話と結合すると、カーソロイチで分割を使って、同じことを喋ってるブロックに、あの、固めていってください。まあちょっとそれがね、多少面倒くさいなと思うときは、短い発話は前に足すとかですね、すると、いい結果になることが多いです。ここはですね、あの、皆さんのさじ加減でやっていただけると良いと思います。はい。まあこれ、なんとなくそういうふうに、こう、 構成をね、変えてって、えっ、ー、と、翻訳されやすいであろう状態にしてあります。あの、ちなみにこのデータはですね、詳細欄のところで、えっ、ー、と、ダウンロードできるようにしてありますので、あの、皆さん試しにね、使ってみてください。はい。はい、で、準備ができたらですね、言語を選択して翻訳。はい。押すと、えっ、ー、と、翻訳する言語とあります。 ここはですね、えっと、日本語から英語にします。その元の言語が日本語ってことがここで重要になってきます。じゃあ、英語に翻訳をしてみましょう。こうやってね、今20発はあるので、順番に進んで翻訳をしていっています。はい、できました。早いですね。はい、どうですか原文が見えて英文があります。まあ、これで英語がわかる方はですね、こうですね、修正していっていただけると、 良いかと思います。はい。はい。こんな感じで、えっ、ー、と、まあ、あの翻訳結果が出てきていますね。はい。えっ、ー、と、まあ、修正をしてもいいんですけども、まあ、ぶっちゃけ修正しなくても、最初のところで、こう、ブロックごとにまとめるところがうまくいってれば、そんなに変な結果はね、今出てきません。なので、翻訳をする前処理が結構ね、重要になってきています。うん。そしたらもうここで、 字幕ファイルで保存を押すとですね。はい。これでもう英語のファイルが出来上がりました。おすすめの使い方ですけども、一回こう翻訳をしたらですね、このデータを保存ってところで、英語とかってしておいて、保存をしておきましょう。はい。まあ、翻訳した直後のデータを保存しておくって感じですね。次からはこのデータを使って編集したりとかしていけば良くなります。はい。で、ここで保存をしたらですね、 まあちょっと字幕ファイルで出力をしたのはいいけれども、やっぱりどこで区切られてるかってことを調整したいですよね。で、同じようにですね、箱割りも英語でもできます。じゃあここで自動で箱割りを押してみましょう。ただ、一つ注意が必要です。箱割りをしちゃうと、えー、っと、再翻訳とかですね、前のデータを保存するってこともできなくなってしまうので、なので、一回ここでやっぱりね、英語で翻訳したら、 保存もしておくのが良いと思います。これ忘れないでね、やってください。まあ、慣れた方はですね、もうやんなくてもいいです。はい、じゃあ、自動で箱割りをしていきましょう。はい、箱割りが完了しました。ほら、見てください。ちゃんとね、英語も見やすい一塊で、こうやって分割をしていっています。はい。まあね、あのー、単語 単位で、ある程度長さで分割をしているので、例えばこれ、最初の文章ですね。えっ、ー、と、in charge of the development of UD talk。これ、of UD talk までが前にね、あった方がいいですよね。まあ、こんな感じでね、コピーをして調整をしていくわけです。まあ、次のところもですね、UD talk で単語分かれちゃってるので、まあ、これも、うん、まあ、ここまで前持ってってもいいですかね。こんな感じで。はい。こうやってね、微調整をしていくことができます。 もちろん、あの、時間の調整もできるんですけども、まあ、翻訳なんで、どっからどこまで喋ってる内容を字幕へ出すって感じで、ざっくりできればいいので、あの、翻訳の場合は、そんなに気にしないでもいい気もします。はい。まあ、こうやって、なんとなく、こう、区切りが悪いところだけですね。あ、ここのアイドントも、次に持ってった方がいいかもしれないですね。 まあちょっとね、英語の、えっと、字幕のレギュレーションがよくわからないんですけども、ここはですね、まあ、もっといい感じに自動でできるように調整はしてみたいと思っています。でここでプレビューをしてみます。はい、皆さん、こんにちは。UD トークの開発を担当しております、青木と申します。 えっと、UD トーク、えー、最近は皆さん本当に活用していただいて、特にあの、オンラインのアプリなんかと組み合わせて、こんな風に使ったよ、みたいな感じのことをですね、あの、ご報告とかいただいて、とても嬉しく思います。 えっと、今、箱割りした結果がですね、ここに出てくるんですよね。あのー、まあ、これをですね、例えばネイティブの方に確認をしてもらって、あのー、まあ、ざっくり意味がわかるよっていうんであれば、もうこれで OK です。まあ、正しい翻訳結果をね、作っていくっていうのは、そんなに簡単にできるものでないですけども、まあ、ツールの力と自動翻訳の精度をね、活用して、あのー、まあ、見た目で調整するぐらいのところまでね、やっていただければ、ある程度まともな字幕はね、できるんじゃないかと思います。はい。 今これ日本語の字幕を読み込んでますけども、もちろんね、英語のデータを読み込むこともできます。字幕エディター4ファイルの方はですね、音声認識のところに、こう、モードがあるんですけども、はい、ちゃんとね、会話、英語、ありますね。 中国語もありますね。うん。なので、これで英語の音声認識、中国語の音声認識もすることができます。まあ、英語に関しては、多分北米英語をベースにしているので、ちょっとね、その他の国のそのアクセントには対応はできないかもしれませんけども、その時はユディトークを使ってより細かい、そういうのをやればいいし、まあ、日本語の翻訳字幕を作るんだったら、 そこまで英語の制度には頼らなくても、自動で翻訳はしてくれるので、それをベースにですね、修正をしていくでもいいんじゃないかと思います。なので、目的は翻訳字幕を作ることなので、あのー、そのあたりはね、いろいろ皆さんで何かがやってみて、あの、このあたりが落としどころだなっていうのを見つけてもらえれば良いと思います。 まあ、これで、あのー、例えば日本の動画コンテンツをですね、もう英語、中国語、まあその他の言語にですね、割と簡単にこう、えっ、ー、と、自動で、ある程度わかる字幕をですね、提供していくことができるんじゃないかと思います。このね、ある程度わかるっていうところがね、大事なんですよ。完璧を求めないってところもね、こういう、えっ、ー、と、テクノロジーの使いどころのね、あのー、ポイントだと思います。 はい。というわけで今日はですね、字幕エディターに自動翻訳の機能がつきましたというのを紹介しました。あのー、さっきも言いましたけれども、詳細欄にサンプルデータ置いておきますので、ぜひね、ちょっとお手元で試していただけると、あの、わかりやすいと思います。えっ、ー、と、今まで作ったデータをもとにですね、えっ、ー、と、自動翻訳字幕作っていくことができるので、お手持ちのデータでもお試しいただけると良いかと思います。それでは、今日はこの辺で。よかったら高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。さようなら。